はい、こんにちは、水くんです。今日はね、今動画2本撮り終わって、近鉄南大阪線高見の里駅に来ております。はい、ということでね、もう一個ね、ちょっと動画を撮ろうと思うんですけど、ちょっとね、行ってみたいと思います。ということでね、この高見の里駅の隣駅ですね、ここに行ってみようと思います。それではよろしくお願いします。行ってみよう。ギュッ。さあ、隣の駅行きますよ。隣の駅、高見の里の隣の駅、どん。ということで到着しました。近鉄南大阪線布瀬の駅になります。結構難読漢字だと思うんですけどね。布瀬、布しびとかね、布人とか布ってね、なんか呼びそうな感じなんですけど、布瀬の駅になります。あの、降りた人がね、僕一人なんですよ。はい、ちょっと寂しい状況ですね。ただここも高見の里と一緒のような感じで、カーブから直線に入ってきたところが駅になったんですね。これ隣の河内奄美の駅も見えそうですね。なんかこれ河内奄美の駅ですよね、ここ。ということで布瀬の駅ということで、隣がね、河内奄美で、高見の里からやってきましたよ。こんな感じになっております。通過いたします。危険ですから、黄色い線までお下がりください。まあそんな感じになってるんです。高見の里と一緒で、最近あのエレベーターがまたありそうですね。エレベーターの連絡線が
さあ待合室見てみましょうか。待合室、あ、殺風景だ。待合室サムソンですね。新商社トイレ、わ、綺麗ですね。これは綺麗ですね。いや、トイレ綺麗ですね。新商社トイレさんなんですけど、こういうのはね、大体ね、おむつ交換台を見るんですよ。あ、ちょっとなんかでもおむつ交換台はなんか使い回し、なんかね、ちょっと汚れてますよね。こういうのね、おむつ交換台を見てね、綺麗さを見るんですよ。でも綺麗ですよね、手洗いとかこうね、ちゃんとこうされてますね。ヌロスの駅、キーキー音が鳴りますね。結構ひっきりなりし電車が来ます。そしてで、ダブルスロープですね。これスロープ&スロープ、素晴らしい。で、改札がね、すぐそこにあるんですけど、そのすぐ脇に、これも最近できたのかな、最近できた連絡線へのエレベーターですね。最近できたっぽいですよね。おー、すげえなんかシックな色ですね。日立だ、ここすげえな、これ改札、改札、これすげえ色、かっこいい、この色かっこいいですね。ブラウン系ですね。わ、すげえ、あ、なんかおしゃれに、こういう窓とかね、全部スケルトンじゃなくてこうおしゃれにしてますね。いやー、素晴らしい。いいですね、非常にこう上から眺めれる風景もいいです。すごいな。いや、南大阪線も多いですね。大阪入ると非常に、あの、電車の回数、電車の本数が多すぎる素晴らしいな。しかもこのブラウンの色いいな。これこれはすごいシックな色ね。結構かっこいいですね、やっぱりいいな。これさあ出てきたわけなんですけど、お客様ご利用の、車椅子ご利用のお客様はここから出てくださいって書いてあるんですけど、もともとなんかでもここ出口だったんじゃないのっていうような雰囲気がありますよね。もともと出口だったんじゃないみたいなね、こういうところありますね。なんかそんな感じがしますけど、
そろそろ桜ライナー来るんじゃないの。まだ来へんのかな。来た来た、言ってたら来たわ。でもどうしてもそこがカーブからこう駅に入ってくるんで速度がスピード落としてますね。さあということで外も出てみましょう。布瀬の駅外も出てみます。すごいすごい広いですね。ヘモジがある、ヘモジ。教室モンスターがありますよ。ドリンクのモンスターかな。いやすげえな。満載ですね。検査キット、検査キットと一緒になんかパン売ってますよ。これパンでしょ、デニッシュ乾パン。検査キットも売ってるけどパンも売ってる。なんという、なんというこれは。でもやっぱり特段その強調するようなところがない感じですね。まあ住宅がそんだけ多いってことなんですけど、これもなんか病院だったのかな昔。今もうやってなさそうですけど、そこに歯科があって、その奥、これパチンコ屋さんやったかな昔。なんかそんな風貌がしますけど、高見の里と違ってね、前に大きい道路が走ってないんですよね。なんでね、非常にこう、なんていうかな、下町感が溢れ出るような。まあ高見の里もね、どっちかというとちょっとね、住宅街があって商業施設がバーッとあって、ちょっとね、あ、まあこう下町感ですね。パンあったらな、ケーキ美味しいんやけど。そうです、歯がないんです。ちょっともう、生餃子一流堂という餃子屋さんね、ありますね。いやこのカーブめっちゃええな、まあ、道明寺カーブとかもいいんですけどね。いやこのね、布瀬カーブ
これもいいですよ結構、まあ、キーキーになりますからね。西沢クリニックさん、あ、なんか八百屋みたいなのがありますよ。八百屋さん、すごいな、なんかあるよ、スーパーマーケットみたいなのある。ジャンボ生活館、ジャンボ救急車も鳴ってる。こっちか、スーパーマーケットもあるということで、結構じゃあいいね。こういうなんかね、一個あるだけでね、もうほんとね、ここ盛り上がるみたいな感じですからね。あ、でもいいっすね、スーパーマーケットあるの大きいですやっぱり。この前に道があるんですかね。神の里とだからそんな離れてないのかな。マクドナルドのマークがあって、ドライブスルー 0.7 キロということでね、高見の里のところにねマクドナルドあるんですけど、そのマクドナルドを指してると思うんで、 0.7 キロということは700メートルだから、高見の里まで600メートルぐらいなのかな、な感じがしますね。そしてあそこに書いてるんですけど、堺まで6キロということでね、いいところですよね。はい、ということで今日は近鉄南大阪線の布施駅紹介いたしました。いかがだったでしょうか。本当ね、あの取り映えはすごいいいです。ただやっぱり観光がねちょっと少ないのかなっていう感じがするんで、なかなかね、立ち寄る方はおられないと思うんですけど、やっぱりねこのカーブが道明寺カーブみたいな感じでね、キーキー音になるし非常にいいんでね、取り映えは全然 OK ですね。はい、なんでね、ぜひねこういうカーブを好きな方はお越しください。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。お好み焼き屋さんがありますね、お好み焼き屋さんねえ、ありがとうございました。失礼します。ということで、多分南大阪線、大阪にある南大阪線の駅は全て紹介したかなという感じですね。あとは奈良県の方ですね。はい、よし。